はい、こんにちは、レセンです。今日は12月17日土曜日です。実験生活1707日目、ドリンクのみの絶食実験、今日で27日目です。天気は曇り、睡眠時間今のところ4時間半です。で、朝グリーン豆乳1杯500ミリですね、作ってます。まだちょっとだけ100ミリくらい残ってるかな。と水100ミリ飲んだとこですね。で、尿がもうすでに2回出てます。濃い尿ですね。で、今週もまあ同じですね。グリーン豆乳で1リッター絶食。基本1リッター絶食ですね。まあどうしてもって時は 1.5 リッターですね。まあ1リッターから 1.5 リッター。まあこの辺でやっていきます。うん、で、取るものは他には水ですね。基本粉だけです。で、まあ、ジム行くときとか、あと、まあ、ちょっと、なんか甘いもん欲しいな、みたいな。うん。いつもグリーンスムージー、グリーン豆乳だけじゃなくって、なんかそれ違う、それ以外のものですね。それ以外のものが欲しいなってときは、麹水。うん、麹水をちょっと飲もうかなと思っています。まあ、あれが私にとってのデザートみたいなもんですね。うん。そんだけ、まあ、その辺でやっていく。うん、まあ、基本はグリーン豆乳ですね。粉だけです。したら今から編集かな、編集やって、今日寒いんでね、まあゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月17日土曜日、実験生活1707日目、ドリンクのみの絶食実験27日目です。天気は曇り、1時小雨、睡眠時間4時間半です。小雨、まあ、午後から雨かな、雨ですね。曇りのうち雨ですね。睡眠時間4時間半、前日午後11時から午前3時半までの4時間半です。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリと水100ミリです。固形物はなしですね。まあ、今日も1リッター絶食です。はん、いいね。で、尿回数2回出てて、濃さ濃いめ、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日も大便出てません。おならたまにありで、匂いはなしです。おならは何回出たか、2回かな、1、2回ですね。1、2回確か出た。うん、そんだけですね。うん、量はそんなに多くない、体積の小さいっていうか、うん、おならですね。で、今日の気づき、まあ今日別にないかな。今日はね、ちょっとなんかたくさん取っちゃいそうな感じだった。バイオリズム低いしかなとか思ったけど、うん、夜午後5時ぐらいでもう2杯目だね。2杯目もなくなりかけてて、で、3杯目をちょっと作ろうかどうしようかなと思ってたところですね。まあ結局早い段階で寝ちゃったもんで、寝落ちしちゃったもんで、うん、9時過ぎ、9時半ぐらいかなに寝落ちしちゃったもんで、で、夜中もう深夜0時過ぎてからね、起きてるから、うん、で結局、まあ、そのおかげでね、1リッター絶食できたんだけどね。ちょっと今日はね、1リッターよりも 1.25 くらいいっちゃいそうな感じだったってところです。まあそんだけかな。うん、まあ、体の具合は別に問題ないですね。なんか喋りにくいって話してたやつ、まだ喋りにくさあるはあるんだけど、だいぶね楽になった、治ってきた、喋りにくさが。あと耳詰まりもなんかね、あんまりひどくないっていうか、軽くなってきたですね。
慣れてきたのかな、体が1リッターに、かもしれませんね。ただ体力面はね、やっぱまだね、その走るとかはやっちゃダメだなっていうレベルですね。ウォーキングはまあいけると思うけど、走らない方がいいでしょう。もしかしたら昨日のウエイトトレーニングが良くって、で慣れた可能性もありますね、体が。ほいだもんで、耳詰まりとかね、喋りにくさがちょっと出にくくなってきたのかもしれない。ウエイトトレーニングのまあおかげっていう可能性が一つあるってとこですね。まあ実際はちょっと分かんない。単にもうね、結構日数やってるもんで、ドリンクのみの絶食時期は27日目なんで、まあ1ヶ月近くやってるんで、そうすると慣れてくるのかもしれないってところです。で今日はですね、12月18日日曜日です。今日はウォーキングはちょっと行ってこようかなと思ってます。天気もいいんでね、昨日ちょっと雨降ってたもんでやめたんだけど、今日は天気いいんでウォーキングちょっと行ってきます。それだけかな。取るのは一緒ですね、グリーン豆乳 1000ml とあと水ですね。まあ 1000ml でちょっとどうしてもきついようだったら麹水をね取る、夜ね取るけど、まあなるべく 1000ml と水でね行きたいなと思ってます。ここで慣らしたいとこですね。そんだけです。ゲームの方はね面白かったね今日は。信長の野望波動ってやつだね、ストラテジーゲームやってんだけど、工場戦っていうね一番メインのねコンテンツ、うわーっと15人と15人が集まって戦うってやつなんだけど、あれがね楽しくってねで城落とせたもんで気持ちがいいっていうか楽しかったです。いいよ、信長の野望波動、あれおすすめですね。もうあのゲームだけあったらもう他いらないわって思ったまあそんな感じです。そしたら今から編集ちょっとやってで、ウォーキングですね、行ってきます。今ウォーキング5キロですね、行ってその後シャワー浴びたとこです。まあ汗かいてないけどなんか行ったらシャワー浴びるのがもう習慣になっちゃってて気持ちいいんでね、さっぱりできるし、したらゆっくりします。今日多分ね 1.5 リッターになると思う。割とお腹空きやすいね今日は。もうあと残り半分ないぐらいなんで、ただ1日持たないと思うから 1.5 リッターか 1.25 くらいかですね、したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月18日日曜日、実験生活1708日目、ドリンクのみの絶食実験28日目です。なんかちょっと喉がおかしいけど寒かったでね、この朝今朝っていうか天気晴れ、睡眠時間4時間半、前日午後9時半から午前1時までの3時間半と、あと朝に1時間ほど寝てるんで、合わせて4時間半ですね。で、ウォーキング5キロ、昼過ぎに歩いてます。で、ウエイトトレーニングはなしですね。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳 1400ml と水 200ml です。固形物はなしです。1.4 リッター絶食ですね、今日。まあ 1.5 までいかないけど、ほぼほぼ 1.5 リッターでしょみたいな感じ。尿回数4回出てて、濃さかなり濃いめ、平均的な濃さ、量が平均的少し少ない時がありました。なんかね、いつもすごい濃いんだけど、今日1回だけなんか濃さがね、普通の濃さだったね。
尿の濃さが。まあ、取った量がやっぱりちょっと多めだもんで、だと思うけど。で、1リットルだと、もうなんか飲まず食わずの時と同じような濃さの尿が出るんだけど、1.5 リッターだと、もう普通レベルに、まあ、なるっていうのかな。まあ、全部が普通じゃなかったけど。うん。大便なしですね。今日も大便出てません。1、2、3、4、4日間出てないのかな。おならたまにありで匂いはなしです。ちっちゃいのがね、ちょこちょこっとあったね。ちっちゃいおならが。で、今日の気づき。まず、まあ、1リッター絶食でちょっと1週間やってきたもんで、で、どんな感じかは見たもんで、うん、まあ、もうちょっと長いスパン続けた方がいい可能性もあるんだけど、とりあえず 1.5 リッターですね。1.5 リッターでちょっとやってみようかなって。まあ、1リッターでちょっとやってみて、今度 1.5 リッターでやってみて。で、どっちがいいのかなっていうのを、まあ、調べてみようかなと思うんで。うん。なんで、まあ、今日月曜日ですね。12月19日月曜日ですね。なんで、月曜日からってことで、一応 1.5 リッターですね。まあ月曜日からとか昨日からか。昨日からってことで 1.5 リッター。まあ今週ですね。今週は 1.5 リッターの実験をするみたいな。うん、で、1.5 リッターで、まあどんな感じか、顔の具合とか髪の毛とか。髪の毛はね、あの鏡見てると明らかにね、なんか黒い、なんて細い産毛、産毛じゃないけど、産毛よりもうちょっと大きいというか。黒い毛がいっぱい生えてきてるもんで、生え際から、うん、なんでやっぱ若返ってきてるというか回復してるっていうのかな、そんな感じが見受けられますね、うん、あと肌もなんかやっぱスベスベするもんで、割とまあいいのかなってとこです。やっぱちょっとずつね、ちょっとずつ若返ってきてるのかなって、うん、だけど前に 1.5 リッター絶食ってやった時はもっとね、もっと顕著に若返ってたから、明らかに顔がね、若い頃の顔に戻っていく感じだったんだよ。はあ、面白いよね。びっくりしたね。うん、だけど、この1リッター絶食ちょっとやってたけど、そこまで顕著な変化はないんだよね。確かに髪の毛とかね、回復してきてるし、肌もなんかスベスベになってきてるし、まあ、あの顔の雰囲気もちょっとずつ良くなってきてるんだけど、前にやった 1.5 リッター絶食の時とは、なんか違うもんで、やっぱ1リッターよりも 1.5 リッターの方がいいのかなとかね、思った。断食もね、あんまやりすぎるとね、老化していくんだよね、うん、なので、まあ、食を絶った方がいいっていうのはまあ当たり前なんだけど、で、食を細くすれば ね当然いいっていうのは、まあ、当然なんだけど、まあ、程度ってものがあるからさ、うん、あんま無茶しすぎるとね、逆に老化しちゃうっていうね、うん、前にあのなんか芸能人だったっけ、名前知らよく分かんないんだけど、テレビ見ないし、芸能人の方でなんか断食長いことやってた方がいらっしゃって、断食終わってからあの記者会見だっけ、なんかやってた時の顔はちょっと老化してたよね、うん、なんかかさついた感じっていうのかな、うん、精気がね、取れちゃったっていうか、うん、そんな感じだったけど、ああいう風にね、ちょっと無理しちゃうとね、うん、老化しちゃうんだよね。なんで、老化しない、ね、老化しない、で、量もね、まあ、多すぎない。ちょうど絶妙のところでやらないと若返っていかないなと思ってます。うん、でそこをまあ見極めるんだけど、それがまあ 1.5 リッターですね。1.5 リッター。まあ、ここじゃないかな。多分ね、ここより少ない1リットルだと、なんかちょっとやっぱり調子があっていうか、まあ、あんまり若返りが弱いっていうのかな。うん、これもね、慣れてきたらいけるかもしれないけどね、慣れてきたらね。魂は1リットルでもなんかいいって言ってるから、慣れてきたら、まあ1リットルでも全然若返っていくのかなと思うけど。まあ、とりあえず 1.5 リッターですね。1.5 リッターは今のところ一番いいんじゃないかなって。2リットルだとも若返っていかなかったからね。うん、実験やったもんね。1リットルの実験はあんまやれてなかったんで、1リットルがさすがにちょっとね、っていうのがあったんで。でも今回1リットルやれたんで、1リットルやってみた感じ、ちょっとずつなんか若返ってるなってなるけど、若返り弱いんだよね。2リットルだと若返らない。で、間の 1.5 リッターですね。ここ、うん、ここでちょっとやってみようかなって。うん、前に1週間ぐらい 1.5 リッターやった時、最初の3日ぐらいなんかいい感じに若返ったんだけど、その後続かなかったよね。
ただ睡眠不足とかね、なんかいろいろ他の要素も関わってきてたもんで、その影響があったのかなって気はしないでもなかったけど、うん、まあ1.5 リッターでねずっとやっていけばそのうちいろいろ見えてくると思うんで、うん、睡眠がねきちんと取れた日はいい感じに若返ってるとかさあると思うし、あと水だね、水もあんま取らない方が若返るかもしれないし、水取っちゃうとやっぱ体に負担になってね若返らないとかさ、まあ、体がね水を求めた時は必要だけど、水を求めてない時にも水を無理ね飲んじゃうとか、そういうのは良くなかったりとかさ、なんかいろいろあると思うんだね、今までやってきた感じとしてね、なんか感覚、うん、まあ、この辺じゃないかなみたいなところがあるもんで、まあ、そこをちょっと追っていこうかなと思っています、うん、そんな感じですね。で今日も一緒ですね、 1.5 リッターグリーン豆乳ですね、3倍でやってきます。あと水ですね、水はまあ300以下ですね、ちょっと口すすぐような感じでね軽く、ドリンク飲んだらちょっとだけ水取って口の中すすいでっていうね、そのやり方、うん、でどうしても 1.5 リッターで足らないと、夜ねもう全然足らない、もうちょっと欲しいみたいな感じになって、もう2リットルまでは増やさないようにします。もうここ確定ですね、原種ね、まあ、自分の中のまあ規則っていうか、うん、守るべき絶対原種の規則ですね、 1.5 リッターより増やさない、絶対増やさないっていうね、うん、で、まあ、どうしても必要な時は麹水ですね、麹水を代わりに飲むっていう、これでやっていきます。増やしちゃうとねずるずるいっちゃうんだわ、もう千日手術の時もずっとそうだった、やっぱ一旦ね心がその許しちゃうとね、許しちゃうともう一回みたいな感じでずるずるいっちゃうって、それまずいもんで、絶対ここはね 1.5 リッターよりもそれ以上は取らないっていうね。で、あと、まあ、ウォーキングですね、今日ウォーキング行ってきます。うん、今日思っていった方がいいかな、今日もウォーキング行ってきます。うん、寒い、風が結構強かったね昨日はね、寒かった、今日も寒そうなんで、まあ昼でね、昼頃行こうかなと思っています。うん、なけえかな、ウォーキングそんだけですね。で編集ちょっとやって、うん、編集、まあ、終わらせられたら今日編集終えちゃうし、まあ今日か明日でアップロードかけたいなと思ってるところですね。そんなとこかな。うん、そしたら今から編集ですね、やっていきます。今ウォーキング行って帰ってきたところです。ちょっとなんか喉おかしいけど、ウォーキング5キロ、その後帰ってきてからちょっとだけゲームやって、ちょっとね調達に舞台派遣して、でそれからシャワー浴びて、で今上がってきたところです。でレンダリング終わってるもんで、まあ、今からアップロードかけちゃいます。したらその後まあゆっくりですねしていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね、12月19日月曜日、実験生活1709日目、ドリンクのみの絶食実験29日目です。天気は晴れ、睡眠時間3時間半、前日午後11時半から午前3時までの3時間半ですね。ウォーキング5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食、まず飲んだものグリーン豆乳600ミリ、水200です。固形物はなしですね。だから今日は 0.6 リッター絶食だね。0.6 リッターって、
今までで一番、今までっていうかまあ千日絶食以前だと飲まず食わずとかあったけど、まあ、ここのところではまあ一番少ないですね。 0.6 リッター、ここのところではね。で、尿回数3回出てて、濃さ平均的、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日は大便出てません。これで何日間だ、 1,2,3,4,5 5日間か、5日間出てないですね。で、おならはまれにありで匂いはなしです。1回だけ小さいのがあったかな。もうほとんどもうおならも出てこないですね。やっぱ取るのが少ないっていう、グリーン豆乳でさえ量を減らすと、もうおならはほとんど出てこないですね。で、今日は気づき。まず今日はね、バイオリズムのいい日だったんだよ。いい日だったもんで、あんま取らずに済んだっていうのかな。なんか妙にエネルギーがあるっていうのかな。なんかお腹すいた、欲しいみたいな感じにならないっていうのかな。あるんだわ。バイオリズムっていうね。なんか日によって違うんだよな。なんか妙にね、お腹の空きやすい日と逆に空かない日ってのがあるんだよ。やってったら分かると思う。みんな同じだと思うけどな。なんでね、ばらつくっていうのかな。多少ね。で、今日はまあバイオリズムいい日だったもんで、あんま取らないで済んだっていうか。0.6 リッターだよ。すごいね。で、まあ、明日、あ、今日だね、今日。今日は、12月20日ですね、火曜日です。今日は、まあ、今日は、まあ、とりあえずちょっと、撮ろうかなと思ってるんで、まあ、エネルギー的にどうなのか分かんないんだけど、一応まあ、1.5リッターですね。今週は 1.5 リッターでやるつもりなんで。よっぽどバイオリズムが良くって全然いらないよみたいな時以外はね、 1.5 リッターでやろうと思っています。そんだけかな。ウォーキングは行ってきます。まあ、日中ね、やっぱ日中行った方がいいな。冬は暖かいでね。ウォーキング、あと買い出しですね。もう少ないもんで、残りあと1本ぐらいしかなかったかな。まあ、買い出しで補充ですね。有機豆乳と、あとグリーンスムージーですね。もうこれだけ、これだけ買ってきます。それぐらいですね。編集はもう終わって、昨日のうちにねアップロードしてあるんで、これでまあ土曜日まではゆっくりできるってとこですね。まあ、水木金と3日間ねゆっくりできる。あ、4日間か、海水木金と。そんだけかな。まあ、ジムはとりあえずまだいっか、まだジムはいいな。今日はまあ買い出しだけってね。あとはウォーキングでゆっくりします。顔をね、さっき鏡で見たらね、よかったね、割と良かったですね。あ、なんかちょっと若返ってるって思った。なので、まあバイオリズムいい日で、しかもしんどさがなかったもんで、今回はだから良かったのかなってとこですね。やっぱしんどさが出ると老化するな、これ。体に負担かかってるからだと思うんだけど。ちょっと待ってよ。もうキャノンの純正の電池がね、調子悪くてね、すぐなくなっちゃうね。さっきのも充電したてだったんだけど、これでちょっと離しただけでね、もう電池切れになっちゃうんだわ。あかんね。まあ、で、純正じゃないやつね、前に買った、割と前に買って純正じゃないやつ、ちょっとなんかね、使ったら調子悪かったことがあってやめてたんだけど、やっぱ純正じゃないとあかんかなっていうので。でも、もう純正の方はね、ほとんどもう用をなしてないもんで、もうしょうがないから、その純正じゃないやつね、今ちょっと入れたとこですね。もしかしたらなんか不具合がね、発生する可能性があるんで、まあ、そしたら部分的にね、撮影が撮れてないみたいな状況が起きるかもしれないけど、まあそれはしゃあないですね。今純正のキャノンの電池を買う余力が余力がない金銭的に、なんで、まあその時はその時って感じで。それで顔が良かったもんで、今日、やっぱ負担のね、体がなんかちょっとやっぱしんどさを感じるっていうのかな、
しんどさを感じるような状況にあんまりしちゃうと老化しちゃうもんで、なのでまあお腹がね、お腹がある程度減ってこないとダメなんだけど、お腹がある程度減ってきて、ちょお腹すいたなってちょっと感じたらもう即ね、即取るっていうね、うん、お腹すいたっていうその状態をあまり維持しとくとまずいね、老化する、老化するっていうか若返っていかない、うん、なんでお腹がすいたってならない状態で取ると若返らないんだよ、うん、でお腹がすいたなんでドリンクをまあ三口ね、ごくごくごくって三口飲んで、でほんとお腹落ち着くじゃんね、うん、落ち着くんだ、あと1時間ぐらい落ち着くんだよ、で ある程度時間経つとねお腹すいたってなってくるんだ、うん、ゲームとかやってると、ね、気がついたらねお腹すいたってなってきたらもう即ね、即また三口取るっていうね、うん、お腹すいたけどもうちょっとなんか頑張ってみようかなみたいな感じでやると、まあそれも悪くないんだけどね、うん、それで我慢すればするほどその体勢がつくっていうのかな、絶食体勢つくもんで、より少ない量でできるようになっていくからいいんだけど、ただこと若返りに関してはね、あんまりねあのしんどさを感じてる状態が続くと老化するんで、うん、なのでちょっとお腹空いたなと思ったらもう即ね、即三口取るっていう、で楽な状態にまあ落ち着かせるっていう体をね、ここ大事ですね、まあ、体と精神に負担かかるとやっぱ老化するんで、なるべく負担かけないようにする、だけど取るのは空腹になってから取るっていうね、うん、じゃないと胃腸のね、胃腸の環境がねやっぱ良くないもんで、うん、まあ前にも話したけどね、こうやって仕事をするぞっていう環境があって、ドカーってたくさん来たらね、うわーってなっちゃう。だから少しずつね、少しずつ仕事をもらって、で、こなして、また少しもらって仕事こなしてっていう、これが一番いい状態なわけだよ。だからドカーって来てさ、まだ終わってもないのに、またさらにドカーって来られると、うえーってなっちゃうね。うん、それまずいわけだ。だからちょこっと入れて、それがもう完全に消化されたらまたちょこっと入れて、でまた完全に消化されたらまたちょこっと入れてっていう、このサイクルですね。なんでまあ三口だね、グリーン豆乳三口飲んで、それがもうなくな、完全に消化されてなくなって、あお腹空いてきたなと思ったらまた三口取るっていう、このやり方ですね。ここじゃないと若返っていかないですね。うん、まあそんなところです。そしたら今からちょっと買い出しかな、買い出し行ってきます、うん、で買い出しの後はまあウォーキングだね、ウォーキング行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったものこれですね、雪豆乳を5本とグリスムージー5本ですね、うん、こんだけ買ってきてます。映んないかな、一応映ってるか、うん、こんだけですね。そしたらちょっとゆっくりして、その後ウォーキング行ってきます。今ウォーキング行ってきたところです。5キロですね、うん、割とお腹空いてきた歩いてたら、したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月20日火曜日、実験生活1710日目、
ドリンクのみの絶食実験30日目です。天気は晴れ、睡眠時間2時間ですね。前日午後11時から午前1時までの2時間です。ジョギングではなくウォーキングの方ですね。ウォーキングが5キロ、昼過ぎに歩いてます。ウェイトトレーニングはなしですね。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳1400ミリと水150ミリです。固形物はなしですね。ああ今日はちょっと増やしたんだよね。1.5 リッターの実験ちょっとしようと思って。増やしたんだけどね、結果あんま良くなかったですね。うん。尿回数3回出てて、濃さは濃いめ。量は平均的な量でした。大便なしですね。今日は大便出てません。おなら稀にありで匂いはなしです。まあ、おならもほとんど出てこなくなってきたかなって。ただ全然ゼロじゃないね、おなら。小さいのがやっぱね、たまにちょっとね、出たりする。で、今日の気づき。まず、量だね。量を少し増やしてみたんだけど、これでも2日前、グリーン豆乳1400か。今日はね、そんなね、いらない感じだったんだよね。あんまその、取らなくてもいいかな、みたいな、余裕があったっていうのかな。余裕あったけど、1.5 リッターにちょっと持ってきたかったもんで、実験上ね。だもんで、まあ少しね、少しいつもよりも多めに飲んだんだよね。そしたらね、途端にやっぱり出てきたね、頭痛が。類似コロナロさんも同じでさ、やっぱ量をね、量をちょっとでもね、ちょっと増やしたらさ、急に調子悪くなったっていうふうに、まあ書かれてたけどね、本には。やっぱね、ほんとちょっとだけ、ほんのちょっとだけだよ。増やしただけでね、出てくるんだよ、頭痛が。びっくりする。マジかと思った。こんなグリーン豆乳だよ。グリーン豆乳、量をさ、まあ、まだちょっとな余裕があるなっていう状態でね、少しね、取ったりしたんだけどさ。そしたら途端に頭痛出てきた。ここのとこ頭痛なんてなかったんだけどな、ずっと。なんか調子いいなと思ってたんだけど。久しぶりですね、頭痛出てきたの。で、あと、翌朝の顔の状態ですね。さっきちょっと鏡見てね、顔の状態確認したんだけど、あんま良くないですね。顔の状態あんま良くないです。これがね、原因がちょっとね、ゲームの方でも今ね、なんかちょっと色々あってね、精神的ストレスがないわけじゃないんで、そっちの影響もあるのかなーって気はしたし、あとは量ですね。やっぱちょっとね、多めにね、飲むようにしちゃったもんで、その影響が頭痛だけじゃなくってね、顔、つまり、まあ若返りの方にもね、悪影響が出てるっていうね。まあこの可能性は高いかなと思ってます。そんな感じですね。顔の状態が今日はちょっと良くない。あと、蚊はね、もう忘れるくらい、蚊の存在忘れるくらい刺されなくなったね。蚊は。まあ、部屋にはいっぱいいるんだけどさ。部屋にいるんだけど、刺されないですね。この量だと刺されないです。まあ、そんな感じかな。なんで、まあ、無理して増やさない方がいいなっていうのは分かった。まあ、ギリギリでやるって形ですね。ギリギリでやる。最小限の量でやる。もうお腹空いてきたら、三口だけ飲んで、またお腹空いたら三口だけ飲んでっていうね。これを守るっていうところですね。バイオリズム低い時だと、まあちょっと多めにね、取ることになると思う、し。逆にいい日だったら、まあ少なくて済むだろうしっていうね。だけど、まあ無理してね、1.5 リッターに持ってかない方がいいなっていうのはよく分かったってところです。やっぱ体の声を聞いてね、体の声を聞いて取るっていうね、ここ大事かなって思ってます。そんだけですね。で、今日、12月21日水曜日ですね。今日は、まずちょっと郵便局行ってくるんで、一回出かけていきます。まあすぐ帰ってくるけど。郵便局行った帰りに、ちょっと買い出しっていうほどの買い出しじゃないんだけど、芳香剤ですね。シュパットっていう芳香剤の詰め替えのやつですね。こんなもの、ボンベって言っていいのかな。あれを買ってくるんで、まあそれ買って帰ってこようかなと思ってます。そんだけかな。これ以外はもう、一応ね、グリーンスムージーと雪豆乳を補充してあるんで、まあ他買わなくてもいい。まあ出かけるのそれぐらいですね。あとはウォーキングですね。ウォーキングはまあ昼過ぎから2時ぐらいの間でどっかでね、
行こうかなと思っています。それだけですね。睡眠時間2時間でもね割といけるんだよな。今日も2時間だったんだよ。昨日から今日にかけてですね、なんかここのとこ2時間2時間ってきてますね、でさっきね便が出たんだよ朝、さっき久しぶりに出たね。やっぱ週に1回ぐらいのペースかな、この絶食だと。1リッター絶食だとね、週に1回ぐらいのペースで便が出るってところです。そんだけですね。そしたら今から、とりあえず買い出しかな。買い出し行ってきます。買い出しじゃないわ、郵便局行ってきます。今帰ってきました。郵便局行って、その後これですね、シュパッとこれ買っただけですね。そしたらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月21日水曜日、実験生活1710日目、ドリンクのみの絶食実験31日目です。天気は晴れ、睡眠時間2時間、夜中深夜0時から午前2時までの2時間ですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。ジョギング、ウォーキングもなしですね。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳1600ミリと水50ミリです。固形物はなしです。今日 1.6 リッター絶食ですね。昨日の分がね100ミリちょっと残ってて、それ朝に飲んでるもんで、なので3杯プラス昨日の残り分ちょっとってとこですね。尿回数4回出てて、濃さ濃いめ、平均的な濃さ薄い時がありました。量は平均的な量でした。1回だけね薄いのが出たね夜。この量だね、 1.6 リッター、この量取るとちょっと尿の濃さがね、濃さが薄くなるとか平均的になるとか、ちょっと色が柔らかくなるっていうか、そんな感じ。大便1回出てます。朝色ややくすんだ黄土色、大中小粒状で8粒プラスチューブとバナナ状10センチくらい、固めで匂いはなしってところです。最初にポッチョン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 と落ちて、で大きめの粒はね、ふとバナナ状をぶつ切りにしたような感じの、ね、粒って言っていいのかなとか思ったけど、粒だわな。でちっちゃなコロコロっとした粒がポチョポチョ出たりとか、そのふとバナナをぶつ切りにしたようなものがポチョンポチョン落ちたりとかするんだけど、でその後でチューブとがちょろっとだけね、ちょっとだけニュルッと出たってとこです。もうこのぐらいの量だと硬いね、便はね。おなら時々ありで匂いはなしです。おならの量がねいつもよりなんかちょっと多かったですね。多分でドリンクの量を少しでも増やすとおならも増えるな。これ1リットルでやるとおならはわずかなんだけど、 1.5 リッター近辺ですねでやるとちょっとおなら増えてきます。で今日の気づき、まずさっき顔見たらね、鏡で見たら良かったですね。良かった、1.6 リッターで悪くないのかなと思ったけど、頭痛がなんかちょっとした頭痛がなんか出てくるんだわ。 1.5 リッター近辺でやるとちょっとした頭痛が、やっぱちょっとでも増やすとあかんなと思ったけどね。慣れてくるかもしれんけどさ、やっぱいつもと同じね、いつも全く同じ量でずっとね続けていくのが一番いい気がした。下手にちょっとでも増やすとね、なんか急に調子悪くなるっていうのかな、そういうのありますね。1リッターもねなかなか
まあ、1.5 リッターぐらいだとね、割とまあまあ余裕があるっていうか、いいなと思うんだけどね。ただ体のまあ感じからいくと1リッターが結構いいかもしれないと思ったところです。体がなんかキューッとね回復していく感じが味わえるっていうのがあるもんで、まあ、体にとってはやっぱ1リッターはいいのかな。やっぱちょっと断食気味にした方が体は回復する、そんな感じですね。1.5 リッターでもうまあ悪くないんだけど、やはり1リッターの方がいいなと思ったところです。そんだけかな。でちょっと試しにね、今グリーンスムージー使ってるんだけど、これ1とグリーンスムージーだね。でちょっとやってみようかなと思ってます。やっぱ甘いものもちょっとないとなーっていうのあるんで、グリーンスムージーも一応使おうと思ってんだけど、前に一番若返った時に、まあ、採用してたっていうか飲んでたこれ1ですね。これ1と豆乳割ったこれ1豆乳、これでまあ1日2杯ですね。1日2杯それプラスグリーン豆乳1杯ですね。 1.5 リッター絶食、まあ、ここの実験ちょっとやろうかなと思ってます。やっぱ体にあのこれ1いいと思うんだよな。体喜ぶと思うんだよな。まあちょっとお腹のなんか調子が微妙な時がねあったりするんだけど、あのこれ1慣れてくるかもしれないんで、続けてたら毎日ね、っていうか慣れてくるわ。今までやってきた感じだと慣れてくる。なんでちょっとこれ1買ってこようかなと思っています。まああのグリーン豆乳がね一番いいんだけどな、味的に。あれだったらもうずっとやっていけるって感じだけどね、グリーン豆乳。これ1だとねやっぱ甘いもんが欲しいなってなっちゃうんだよね。これ1ばっかだと、まあ少なくとも1杯はグリーン豆乳を入れるとして、これ1をまあ 1,2 杯ですね、 1,2 杯毎日ちょっと加えてみようかな。それで顔の状態、体の具合ですね、確認、若返りですね、若返りの具合確認して、でそっちの方が若返っていくようであれば、まあ、これ1ちょっと使っていくし、魂の反応なんかね一応 OK っていうか、割と悪くないっていうか、前魂の反応聞いた時これ1ね、いや、まあ、やめた方がいい、やめた方がいいっていうか、なんか今は避けた方がいいみたいな感じだったんだけど、なんかここ最近はこれ1の反応悪くないもんで、タイミングとかあるのかな。まあそんな感じでちょっと買ってこようかなと思っています。今雨降ってるけど、今日はやむ、やあの10時ぐらいです。今8時半ですね。まあ8時半だけど10時ぐらいにやむらしいんで、やんだら買い出してこれ1買ってきて、買ってきてからはちょっとこれ1もね取ってこうかなと思っています。まあそんな感じですね。なんで今日はまあ木曜日なんだけど、12月22日木曜日ですね。で今日からちょっとこれ1とグリーンスムージーですね、これでやっていく。これ1豆乳とグリーン豆乳でやっていく。 1.5 リッターですね。 1.5 リッターは超えないようにします。どうしても欲しい時は麹水ですね、麹水でしのぐ。絶対 1.5 リッターはこの 1.5 リッターは超えないようにするんで、でできたら1リットルでやりたい。1リットルの場合だと、まあ、これ1豆乳1杯とグリーン豆乳1杯になるかなと思うけど、これ1豆乳の、エネルギーが、これ1豆乳のエネルギーって、これ1豆乳がエネルギー的にどうかなっていうのがあるんで、ちょっとまあ様子見ながらですね。あのグリーン豆乳は割とエネルギー高いんで、まあとろみがあって、ね、粘度が高くって、満足感もあるんで、あれだったらまあ1リットルでも割といけるんだけど、これ1豆乳の場合1リットルだとちょっときついかもなと思うんで、まあそこ見ていきたいところですね。これ1豆乳使うんだったら 1.5 リッターが一番ベストかもしれない。でグリーン豆乳でやるんだったら1リットルがベストかもしれない。これ1豆乳だったら 1.5、 グリーン豆乳なら 1.0、 まあそのあたりじゃないかなというところですね。まあそのだけ、今ちょっと左耳に耳詰まりがありますね。ただ慣れてきた。慣れてきたね、この量。この量っていうか、まあ 1.5 にちょっと増やしたからっていうのもあるんだけど。1.5 はだいぶ楽です。だいぶ楽。これだけかな。一応ウォーキングは行きたいとこですね。雨止むと思うんで、ウォーキング行く予定です。やっぱなんかちょっと喉が喋りにくいね。なんだろうね。なんか耳詰まりと連動してる感じがするんだけどな、喉の感じと耳詰まりと。なんかちょっと喋りにくさがあるっていう。
そんな感じですね。睡眠時間はね、2時間で十分だね。まあちょっとなんかね、日中にカクンってね、眠くなる時があったりはするんだけど、まあ、まあ2時間寝てたら割といいかなってとこです。そのぐらいかな。あともうすでになんか今日ね、一回昨日便出てるのに今日また朝便出たんだよね。まあちょっとだけだけどね、ちょっとだけ便が出てます。まあね、便器に座るもんで、小便するときにね、昔は立ってやってたけど、立ってやるとやっぱり汚れちゃうもんで、まあ、便器に座って小便するようにしたんだけど、こそまあ大便出すときと同じ格好だもんで、大便で安くなっちゃったりするんだよね。そんだけかな。あとなんか顔がなんか少しなんかね、色白になってきたような気がした。これ多分豆乳のせいじゃないかなと。グリーン豆乳のせい。あ、割とね、飲み物でね、肌の色って変わるんだわ。コレイチ撮ってた時なんかは手とかオレンジ色になってきたもんね。あ、で同じ仕事をしてる人に言われたもんで、ね、あれ手もねオレンジだよみたいな。撮ってるものでね、色変わるんだよ。なんかグリーン豆乳を撮ってるもんで、なんでね、色がちょっと白くなってきた。そのうち緑になってくるかもしれない。そんな感じです。したら今から、まあとりあえずゆっくりしよっかな。雨降ってるもんで、雨止むの待って、で買い出しですね。行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったものこれですね。これ1、これを計4本ですね。4本買ってます。うん、でまあ今日からだね。今日からグリーン豆乳とコレイチ豆乳ですね。これ2つ使ってやっていきます。まあとりあえずコレイチ豆乳2杯とグリーン豆乳1杯にしていこうと思うけど、今日はもうすでにグリーン豆乳2杯飲んでるんで、あとまあコレイチ豆乳1杯ですね。なんか頭がね、微妙にちょっとなんか重く痛い感じが、痛いっていうほど痛くないんだけど、まあ寝すぎ、横になってる時間が長い時には出るんだけど、やっぱ取るとね、量をちょっとでも増やすとね、出てくるね、そういうのが。1リッターで今ギリギリでやってるとね、ギリギリでやってるとね、ほぼ出てこないんだけど、ちょっとでも増やすとね、出てきちゃうね。まあそんなところです。で、もうすでに2杯飲んじゃってるもんで、で、1時なんだよね、今。今、午後1時なんだ。だから、午前中で2杯の、まあ、1000ミリだね、1000ミリ取っちゃってるんで、今日は、ちょっとバイオリズム低い日ですね。あと1杯で夕方までは、まあ、いけると思うけど、まあ、夜は、麹水ですね。麹水で、ちょっとしのごうかなと思っています。うん。したら、今から、ウォーキング行ってきます。今ウォーキングから帰ってきました。後半今土砂降りだけど、降ってきたね。割と濡れちゃったけど、まあそこまでひどくはならなかった。運が良かったですね。そしたら今からシャワー浴びてゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。あ、ちょっと待ってよ。12月22日木曜日、実験生活1711日目、ドリンクのみの絶食実験32日目です。天気は雨のち曇り、睡眠時間3時間ですね。前日午後11時から午前1時半までの2時間半と午前5時半から6時までの30分間合わせて3時間です。ウォーキングを5キロ夕方前に歩いてます。あとウエイトトレーニングはなしですね。で、飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、
これ1豆乳500、麹水600です。固形物はなしですね。で、今日麹水ちょっと多めに飲んでます。尿回数6回出てて、濃さ平均的薄め、ほぼ無色、量は平均的な量でした。まあ、最初の方はね、夕方ぐらいまでだったかな。までは、まあちょっと、まあ普通の濃さっていうか、だったんだけど、麹水ですね。麹水飲むようになってから、薄くなってきたね。で、結構たくさん飲んだもんで、ほぼ無色の尿も出たってところです。大便1回出てます。朝ですね。色、黄土色と褐色混ざり。で、大小粒状で6粒。固めで匂いはなしってところです。大小はやっぱのちっちゃいやつがぽちょぽちょんと落ちるときもあれば、太バナナをぶつ切りにしたようなやつがぼっちょんと落ちたりするっていう。まあそんな感じです。まあ固めは当然ですね。この量でやってるんでね。固くなります。おなら時々ありで匂いはなしです。やっぱちょこちょこね、おなら出るんだわ。匂いはないんだけど。匂いないんだけど、なんかちょこっと出るね。時々ちょこっと出る、で今日の気づき、まずさっきのね、さっき鏡見たんだよ、自分の顔鏡見たんだけど、やばいね、すごいなんか悪くなってた、老化してるっていうか、この辺のなんか線とかもね目立つし、なんか肌もなんかちょっとなんかなんていうのかな、ガサガサっていうか、ちょっとなんか弱ってる感じっていうのかな、まあ老人の肌にねなってるっていうか、老人の肌っぽい感じっていうか、そういう雰囲気が出てきてるっていうのが、そんな感じだった、だから顔の状態が今日はすごく悪いんだわ。で、考えられるのは麹水しかないもんで麹水だわな。だ、麹水ね、美味しいんだけど、めっちゃ美味しいんだけど、若返りには使えないっていうか、むしろ老化するなこれ、って思った。まあ量の問題はあると思うけどな、600取ったんでね、夜600取ったんで、まああれを少しだけだったらね、ちょびちょびっと飲むだけだったらまあ良かったかもしれないけどっていうところです。でもたった600だよ、600、ね、麹水だよ、飲んだだけでここまでちょっと悪くなるのかなと思ったけどね。だからこういう水あんまり良くないですね。お腹は膨れるんだけどな。あと甘くて美味しい。あの炭酸飲料のようなね。すごい。ソーダだっけ、ラムね。あんな感じのね。まあ、あんなドロッとしたきつい甘さじゃないんだけど。もっと体に良さそうな甘さなんだけど。なんかその辺の清涼飲料水ね、普通のジュースに比べたらもう格段にいいですね。もう比較にならないです。格段に美味しいです、なんだけどやっぱああいう甘いやつって体に良くないかなと思った。糖が結局あるわけだから老化するな、っていうとこですね。なんでまあ今後ちょっと麹水はまあ運動だね、ウェートトレーニングの時はまあいいかなと思うんだけど、そのくらいだったらね。なので、まあトレーニングしない時ですね。しない時にあんまり飲んじゃうと、老化する。麹水は。ネットなんか見てると、その肌にいいって話もあるけど、まあ作り方も違うからね。ネットのね、麹水は1日だったかな ?1 日かからないぐらいだったかな、何時間か置いて、それから飲むっていうね。そういう風で。で早めに飲み切っちゃうみたいな風に言ってるんだけど、私の場合1ヶ月ぐらいねずっと冷蔵庫の中に入れっぱなしにしとくっていうね、まあ2週間以上ですね、2週間以上1ヶ月ぐらい冷蔵庫の中に入れっぱなしして抽出されたものを飲むっていう、これがねもう最高に美味しいんだわ、最高に美味しいです、もうほんなら数時間とか1日ぐらいのね麹水なんか飲んどれん、あれ飲んだらもううまさが全然違う、もう全然違いますね。やったらわかります、なんだけどちょっとね飲みすぎると老化するもんで、今後まあ麹水は気をつけようかなと思ってます。でまあバイオリズムの低い時ですね、低い時は 1.5 リッターでなんとかねしのごうと思ったんだけど、で麹水ね、麹水使ってしのごうと思ったんだけど、これだと結局老化しちゃうもんでダメなんだよね。今日それがわかった。
だから今度からは変える、うん、もう 1.5 リッターでもビシッて決める方がいいんだけど、うん、もう決めたら結局ね老化しちゃうもんで、多分で、まあ、バイオリズム低い時はその体の欲するね量に従って取るっていう形だから、そう2リッターとかねいっちゃうと思うんだけど、まあいってもしょうがないかなってところです。うん、バイオリズム低い時はね、うん、体がまあ欲してる時はまあやっぱり必要だってところで、それをねあえて上げないようにするとね体がまあ悪くなっちゃうんで、老化しちゃうんで、こういう水もまあ悪かったと思うんだけどさ、うん、まあそのところで今後は麹水でしのぐんじゃなくって追加でもう一杯作って、まあ、これ1豆乳でもいいしグリーン豆乳でもいいんだけど、うん、飲みたい方ですね、一杯作ってでしのぐ形ですね、やっていきます。だからまあ1リッターから2リッターの間ですね、バイオリズム低い、あのいい時だね、バイオリズムいい時は1リッターでいけると思うし、悪い時は逆に2リットルぐらいいっちゃうと思うんだけど、でまあ平均 1.5 リッターぐらいですね。であとまあ体がとにかくお腹が空いてきたらミクチって飲む、ミクチ飲んでまたお腹空いてきたらミクチ飲むっていう形です。で運動するとはね当然お腹空きやすくなるもんで、そしたらね取るって形、まあ早めに取る、でお腹空いた状態であまり長くいないっていうね、とにかく空いたと思ったら飲む、すぐ飲むって形ですね。こうじゃないと老化しちゃう、ね、若返ってがないもんで、うん、まあその辺でやってきます。コレチ久しぶりに飲んだけど美味しかったですね、コレチ豆乳、いやこれやっぱこれいいなと思った。でお腹の中にちょっと痛みとか出るかなと思ったけどそういうのもないもんで、うん、まあ調子良さそうなんでこのまま続けていきます。で今日ですね、今日12月23日金曜日です。で今日はコレチ豆乳2杯とグリーン豆乳1杯の 1.5 リッターでやる予定です。これ実はなしですね、あと水はちょっと取るかもしれないってところです。まあそれでやっていきます。今日なんかめっちゃ寒いんでね、ちょっとウォーキングがどうなるか分かんないけど、まあできたらウォーキングもね日中昼前に行きたいと思ってます。まあ12時とかねするぐらいで、まあ、買い出しはもう今日は必要ないし、まあ、あとゆっくりしようかな部屋でってとこですね。うん、そんだけです。うん、したら今からゆっくりします。なんかインターバル録画してなかったな。どっかからずっと撮れてないですね。うん、今日一日分の中で結構な時間撮れてないかこれ。まあしょうがないですね。今ウォーキングですね、ウォーキング行ってきたところです。でこれからシャワー浴びて、ちょっと寒くて口が回らんのだけど、であといつもねグリーン豆乳とあとコレチ豆乳ね作って飲んでるんだけど、一回試しにグリーンスムージーとコレチを混ぜて、でさらに豆乳と混ぜて、でコレチグリーン豆乳ですね作ってみようかなと思ってます。だから豆乳を250入れてビーカーの中に、でさらに、まあ、コレチ125であとグリーンスムージー125ですね、半々ずつ入れてで250にしてで飲むっていう形ですね。ちょっとそれやってみようかなと思ってます。うん、それで安定するんだったらそれでいいし、まあ、味とか変で、あとまあ飲んだ感じも悪かったらやめるし、試すだけ試そうかなってところです。したらまあ、シャワー浴びてきます。これですね、今洗ってきたんだけど、ここに有機豆乳、有機豆乳を250入れて、映ってるかな、映ってないか、もうちょっと下げないか、こんな感じですね。250入れて、でコレチですね、コレチを125、125この辺りですね。でグリーンスムージーを125、これですね。これでちょっと味を確認する。
なんか割とグリーンは消えてオレンジって感じですね。うん、したら質問できる。うん、おいしいな。おいしいですねこれ。うん、なんか甘さ、なんかいい感じに甘さ残ってるは残ってるんだけど、くどくないっていうか、うん、グリーンスムージーを直接取った時のような強い甘さではなくって、なんか、うん、いい感じの甘さ、うん、スマートな甘さっていうのかな、きつくない甘さっていうのかな、うん、ちょうどいい感じですね。これ体に良さそうだな。味もいいし、うん、いいかもしれんこれ、うん、ここはベストかもしれないですね。うん、今後だね、今後、あ、来週、今日金曜日なんで、明日は計測なんだよね。なんで、まあ、今日までで区切りだもんで、明日からの来週分ですね。来週分はこれでやっていこうかな。これ1グリーン投入ですね。うん。これを3杯。1日3杯で 1.5 リッターないし1リッターですね。2杯ないし3杯でやっていこうかな。です。うん。いいかもしれん、これ。そしたら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月23日金曜日、実験生活1712日目、ドリンクのみの絶食実験33日目です。天気は晴れ、睡眠時間4時間半、前日午後10時半から午前3時までの4時間半ですね。ウォーキング夕方に5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食、まず飲んだもの、これ1投入500、グリーン投入500、あとグリーンこれ1投入500ミリです。合計が1500ミリですね。固形物はなしです。なので今日は新しくこれ1とグリーンスムージーと混ぜてみて、で作ったってところです。尿回数4回出てて、濃さ平均的、量は平均的、少ない時が1回ありました。大便なしですね。今日大便出てません。おならもなしです。今日おなら全然出てないはず、確か。全くおなら出てなかったはずですね。で、今日の気づき、今日はとにかくね、このグリーンコレイチ投入ですね、これがでかい。あ、ようやくって感じだね。ようやく決まったドリンクが、このグリーンコレイチ投入ですね。これでやっていく。これが不老不死の、まあ、ドリンクっていうのかな、うん、不老不死メソッドのドリンクで間違いないと思います。もう、あ、飲んだ時にね、あ、これだと思った。うん、もう、なんだろう、味もいいし、体に入れた時の感じもいいし、で、若返ってる時、これ1使ってるじゃん。ね。で、グリーンスムージーも使ったよね。で、やっぱね、これ1だけだとね、甘さがないもんで、心がね、元気にならないんだよね。回復しないっていうか、心が。これ1だけだとね、続かないんだわ。あと、手とかね、ちょっとオレンジ色になってきたりするしさ。うん、なんかグリーンスムージーだと、まあ、甘くていいんだけど、なんか若返りがちょっとなんか、いまいちかなっていうね、ところがあったりしたんだよね。で、これ1はね、ちょっとエネルギー的に少しね、グリーンスムージーに比べると弱いんだわ。体は喜ぶんだけどさ、あれ、うん、エネルギーはグリーンスムージーの方があるんだよね。で、両方のね、いいとこ取りっていうのかな、ちょうどいいとこ取りできた、バランスのいいね、味もいい、体に入れたフィーリングもいい、うん、でエネルギーもね、いい感じにあるっていう、あ、それがこのグリーンコレッジ豆乳ですね。はあ、ようやくって感じでした。うん、今日はでかい、
大きな進歩ですね。このフローフシーメソッドにおいてね、大きな進歩です。まあ一回ちょっと作ってみてほしいですね。あれ有機豆乳スーパー売ってるじゃん、大抵のスーパー売ってると思うんで、でコレッジも売ってるよね、でグリーンスムージーも売ってるよね、大抵どっかね近くのスーパーで手に入ると思うから、大抵はね、うん、なのでまあ買ってみて作ってみてほしいですね。計量カップなんかもスーパー売ってたりするし、売ってなかったらまあホームセンターでもいいしネットでもいいし、パイレックスがおすすめですね。パイレックスのビーカーっていうか計量カップ、うん、割と質がいいですね。うん、でまあそのビーカー買って、でね250ミリ有機豆乳入れて、で125ミリコレッジで、さらに125ミリグリーンスムージー、それで1対1対2ね、1対1対2で割って、で混ぜて、きれいに混ぜて飲むっていう、美味しいですよ、うん、やってみてほしいですね。それで 1.5 リッターでやるっていうのがまあフローフシーメソッドで、1回に取る量は去年、最近ミクチでやってたんだけど、ミクチなんかね少ない感じがするんだわ。体がなんか求めてる感じとしては少ないっていうのかな。ミクチだけ取るとねもうちょっと必要だよって体が言うんだよね、ヒーリングとして。なのでやっぱ5口かなと思った、うん、前に 1.5 リッター税食で若返った時5口減量法やってたよ。ごく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 で5回飲んで冷蔵庫に戻すっていうのやってたんだけど、まあ、最近は冷蔵庫に戻さなくって常温でやってるけど、まあ冬場っていうのもあるけど、ね、夏場だったら冷蔵庫じゃないとまずいんじゃないかなと思います。今の時期だったらまあ常温でもいいでしょうって、冷蔵庫で冷えたやつを飲む、体に入れるよりもね常温の方が体には優しいもんで、まあそっちの方がいいんじゃないかなっていうね。あとめんどくさいのもあるんでまあそんな感じで、うん、グリーンコレッジ豆乳ですね、これおすすめです、うん、まあ、今後ずっとこれ使ってきます。で今ね一応ネット注文したんだけど、今までさ麹水ね、麹水使ってたんだけど、あれって白米じゃん、ね、白米に麹ねまぶしてさ、で育ててるよね。なのであれでその水出しするとピッチャーでね、水するとその白米からの成分が出てくるんだよね、当然だけどさ、麹菌だけじゃなくってさ、でその中にはまあ当然甘さも入ると思うんだけど、甘さはねいつもの麹水の甘さはまあ米からも来てる部分あると思うんだ。で水野南北さんですね、江戸時代の乾燥閣の大家の水野南北さんですね、が米は取らずに、米やめて、で麦だね、麦飯を食べろって言ってんだよね。で米食べてると人相悪くなってくっていうね、うん、で運も落ちるっていうね、米は良くないと、うん、水野南北さんは言ってるんだよね。実際今自分でも経験してさ、そういう風になったわけだから、うん、でまあそうは言ってもね、この周りで米食べてる人なんて山ほどおるわけで、でみんな人相悪いかって言ったら悪いわけじゃないんだけどさ、ただ運に関してはよく分かんないよね、うん、実際いろんな人がなんかね、うん、そんなうまくいってないっていうケースも山ほどあるけど、逆に白米食べててうまくいってる人だって、ね、いっぱいいるでしょ。白米が完全に悪いとは言い切れないんじゃないかなと思うんだけど、ただそのね江戸時代にいろんな人を見てきてて、で解剖とかもやって、でまあね全ての人を話聞いてさ、で結論として米はダメだっていう結論を出してんだよね、水野南北さんが。ってことはそれなりの理由があるわけだ、そこには。で麦飯がいいって言ってるんだから、米やめて麦やめたらどうなのかなっていうふうに思うよね、やっぱりね。それで大きく変わったらさ、おすげえってなるし、今までの白米何だったんだって話になるわけだ。なので今後ちょっとね、今の都麹ですね、都麹は結局白米使ってるもんで、まあ水野南北さんに言わせりゃ都麹は良くないっていう話だわなで麦を使ったね、麦の麹、そっちの方、まあ味噌を作るのにね使ったりするみたいなんだけど、麦麹ですね、麦麹をちょっと試してみようかなと思ってます。麦麹を水出しでちょっとまあ2週間とかね1ヶ月ぐらい水出しで置いといて、でその出来上がったやつをちょっと飲んでみる、でどのぐらい甘さがある、どのぐらいだとか、麦の方が甘さはおそらく少ないと思うんだよね。
あの甘さがね、糖だな。糖がおそらくね、厄介っていうか、あれが運を落としていて、なおかつ、性格も悪くしてるんじゃないかなと思う。糖がね。白沢拓司さんだったっけ、砂糖をやめれば10歳若返るっていう、ね、新書か、新書の本ね。まあ、あの本にも書いてあったんだけど、白米食べるとね、あの麻薬中毒者と同じような症状が、ね、あの方に出るっていうね、そういうのがあったりするわけだよな。その辺が結局人相の悪さとか運の悪さとか、運命のね、悪さっていうのかな、運命を悪くするっていうのかな、そういうところに影響してると思うんだわ。なので白米が悪いっていうのはそういうところですね。結局糖だわな、糖、白米の糖がまあ害っていうのかな。なので、まあ、麦だな。麦の方をちょっと取ってみようかなって思っています。もしかしたらね、麦の麹水だね。麦麹水か。飲んでみたら、結構体も喜ぶし、エネルギーにもなるし、酵素入って、いいかもしれない。補助的に使うとね、いいかもしれない。まあ、水の代わりにね、麦麹水って、を飲むっていうね。まあ、結局、その、都麹から作った白米の麹水だね。白米の麹水は、まあ、取ってみた感じ、老化するもんで、まあ、あれは少なくともダメだと。ただ、美味しいけどね。美味しいけど。結局ね、美味しいやつって、もしかしたら体に悪い。まあ、それ言ったらね、そのグリーンコレッジ豆乳も美味しいけど、まあ、美味しさでも、その、なんか、甘さの強い美味しさっていうのかな。くどい美味しさっていうのかな。そういうのは逆に体に悪いっていうのかな。まあ糖がね、体に悪いのはもうよく知られてるものだしさ、老化させるっていうのもね、まあ、研究で分かってきてる話だけど、だその糖だわな、糖のまあ質っていうのかな、その辺があるのかなと思ってます。だからまあ白米は良くないっていうね、その糖の質の面においてね、まあ麻薬中毒の影響みたいな感じになるとか、その辺もあってね、まあ当然砂糖も同じだけどさ、だコレッジとかのあの甘さ、まあ、果物は加糖から来てる甘さで、あのぐらいの量だったらまあ別に問題ないみたいだけど、で麹水とかだと、まあその前に作ってた甘酒とかね、甘酒もあれ結局ひどかったからね、美味しいけど、美味しいけどもう体はすごくもう、なんていうのかな、やばい状態になってたっていうかあちこち痛みが出てきてさ、足とかね、まあ良くないなっていうのはまあ分かったわけだ。結局そこに関連しているのは糖なわけだよね。糖の中でもやっぱ白米とかの糖は良くないもんで、結局水野南北さんが言ってるのは糖だろうな。糖を取るとまあ運も落ちるし、人相も悪くなるし、まあ人生良くない方いっちゃうから、糖は取らない方がいい。だから白米やめて麦飯食べなさいって。しかも量は減らす。で、粗食にするって。まあ、その辺は、その水野南北さんがね、火葬場でね、火葬場でいろんな人の、まあ、胃や腸をね、胃や腸をちょっと切り裂いて、中見て調べたっていうね、そっから来てる部分もあるわけですよ。やっぱ人相の悪い人とかね、良くない人は調べるとね、胃や腸が汚れてるってね。で、まあ、いい人だね、いい人なんかはピンク色のね、胃や腸で綺麗で美しい臓器してるっていうね。でそれは結局食生活から来るもんだから、なので、まあ、断食とかね、まあ、絶食とかね、あと小食、粗食、菜食ですね、まあ、そういうものを取るっていうね。白米とか肉とか取ってると、まあね、胃や腸汚れていって、まあ、人相も悪くなっていって、運も落ちてきてっていうね、健康も害してきてっていう、そういうのになっていっちゃうから、まあ、そこは選びなさいよっていう話ですね。まあそんな感じでちょっと麦の麹水ですね、今後作っていこうと思うんで、ちょっとネット注文したやつが届いたらね、ちょっと値段高かったけどな、まとめて買わないと送料かかっちゃうんでね、まあ、今後ちょっと使うかどうかも分かんないんだけど、とりあえず実験で試してみるってところです。もし使えるんだったらいいし、まあ使えなかったら使えなかったでね、このグリーン麹、じゃグリーンコレッジ豆乳だね、グリーンコレッジ豆乳、これだけでね、これだけでやってたらいいし、あとまあ水ちょこっと飲むぐらいで、水はなんかほとんどいらないなと思ったけどな、逆に水飲むと老化する感じがある
体に負担になってる感じがあるもんで、まあ、飲むにしても、まあ、口を湿らす程度っていうか一口ぐらいちょっと飲むとかね、まあ、運動して汗かいたら別だけどさ、まあ、まあ家にいる分にはねそのぐらいで問題ないし、飲みすぎるとまあバカがらないもんで、今までやった感じからしてね、ちょっとそこ気をつけた方がいいかなと思ってるところです。まあそんだけですね。で今日土曜日なんで計測今からやっていきます。11時13分ですね。まあ11時半でいっか、うん、今からまあ11時半ですね。11時半、うん、今日11月24日クリスマスかイブだっけ、まあどうでもいいけど私にとってはで、計測やってで結果報告ですね。で明日ですね、明日じゃない今日だ、今日11月24日だね。今日はまあ同じですね、グリーンコレッジ豆乳を3杯ですね。あとはまあ水だけ、水ちょっと取るかもしれない、まあ取らないかもしれないけど、でどうしてもまあ足りないという時はグリーンコレッジ豆乳をもう一杯追加で飲むっていう、まあ全部飲まなくても必要な範囲で飲むっていう、100ミリでもない200ミリでも、ね、とにかくお腹がちょっとキューッと空いてきたら少し入れるっていうのをまあ厳守っていうかね大事にしていこうと思ってます。麹水で、まあ、しのぐっていうことはしないですね今後は。一応まあ麹水作ってるけどね水出しで冷蔵庫の中に入ってるんだけど、あ、まあ、当分は、ね、置きっぱなしっていうか水出ししっぱなしっていうかにしておきます。あ、でもあれだな、麦麹が来たらあれ出さないだからな、うん、まあいっか、その時はちょっと麹水も飲んで空にして、で麦麹水を今度作るっていう形ですね。でやっていきます。そんだけですね。したら今から計測ですね。あ、いっか、11時15分でいっか、めんどくさいしな。11時15分計測ってことでやっていきます。で、そう、測っていきます。正面、側面、背中。64.5 かな。ですね、64.5。血圧115/80です。え、今週の結果報告です。まず計測の方ですね。今週の計測時刻午前11時15分頃です。先週に比べて15分ほど遅いなので、まあほぼほぼ同じ時間に測ってます。体重 55.65kg。先週に比べて 0.9kg のマイナスです。なんで1キロですね。1キロ減ってます。1週間でね。1週間で1キロ減ってる。BMI は 17.6 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 10.9% で 1.6% の減少です。なんで、まあ、体重体脂肪率ともに結構落ちましたね1週間で。 BMI が 17.6 で、前にその 1.5 リッター絶食するとねで BMI が 17.5 を切ったら、まあ、固形物取ると、まあ、そういう話したと思うんだけど、あれやめるやめる、固形物は取らない取らないですね。とにかくいけるとこまでいく、うん、もうどこまで落ちてもいけるとこまでいく。 BMI はね、うん、体重体脂肪率 BMI どこまで落ちても続ける。 1.5 リッターはね、でさすがにちょっと体がやばいと、やばいと危機感を覚えるという状態になったら取るけど、回復測るけど、今のところね調子いいんだわBMI も 17.6 だから、もう 17.5 切るところまで来てるよね、来てるんだけど体の調子めっちゃいいんだわ体だけじゃ、頭も調子めっちゃいいし、で髪の毛もなんかちょっとね黒くなってきてるもんで、
生え際のところとか見るとなんかすごい黒くなってきてるんだよね。で髪の毛も生えてきてるし、だこのまま、まあ、続けたいというところです。で血圧115-80、最高血圧-8、最低血圧-9なんで血圧ちょっと下がってますね。脈拍76-3、ウエスト 64.5 センチで2センチの減少です。だ2センチ減ったんだよ。この間の時でさえもうこれね限界ラインじゃないかとかいう話確かしてた気がしたのもだけど全然だったね。2センチ減ったよ1週間で。だウエストめっちゃ細くなるね。だ 1.5 リッター絶食、まあ、今週 1.5 リッター絶食でやっていくつもりではいたんだけど、うん、土曜日ですね、12月17日土曜日の日がグリーン豆乳 1000 ミリと水100ミリなんで1リッター絶食ですね。この日で日曜日の日はグリーン豆乳1400と水200なんで 1.4 リッター絶食で、月曜日グリーン豆乳600と水200なんで 0.6 リッター絶食なんでめっちゃ少ないですね。で火曜日グリーン豆乳1400と 水150ミリなんで 1.4 リッター絶食で、水曜日グリーン豆乳1600と 水50ミリですね、なんで 1.6 リッター絶食で、22日木曜日グリーン豆乳1000ミリとコレイチ豆乳500なんで 1.5 リッターですね。あと麹水600とっています。で金曜日がコレイチ豆乳500、グリーン豆乳500、グリーンコレイチ豆乳500で 1.5 リッター絶食ですね。なんで 1.5 リッター絶食の時もあれば1リッター絶食の時もあるし 0.6 リッターっていうめっちゃ少ない時もあったっていうね、今週は。まあそんな感じでした。で途中にちょっとなんか頭痛が出たりしたんだよね。量を 1.5 リッターにしよっかなと思って少し増やしただけだな。ああ月曜日が 0.6 リッター絶食で火曜日の日にちょっと増やして 1.4 リッターにしたんだよね。ああそしたら頭痛が少し出てきたって。で翌朝の顔の状態が悪かった。あとまあもう蚊には刺されなくなってますね。はあ、もう蚊の存在忘れちゃったぐらい、忘れちゃった、いつも忘れてるぐらい、ああもう蚊には刺されないですね。ああ冬場だからってことはないでしょうね。うん、まあ部屋もストーブねちょっとつけて暖かくしたりしてるから蚊にとっては動きやすいと思うし、まあ刺せるんだったら刺すと思うんで、うん、なんで、まあ、冬場だからってことはないと思うけど、まあ冬場の方が夏場に比べたら蚊のねあの活動範囲はね、まあ減るわな、減るんだけど、うちの部屋に関しては常時ね常時蚊が10匹ぐらいね壁に止まってスタンバイしてるんです。うん、で部屋そんな寒くないんだったら、うん、まあ、飛んできて刺すでしょ。うん、なんかやっぱり絶食だわな。ちょうどなんか 1.5 リッター絶食、まあ、この辺り1リットルとか 1.5 リッター絶食、この辺やり始めたら急に蚊に刺されなくなったもんで、まあゼロじゃないんだけどね、たまにちょっとね刺されたりすることあったんだけど、今もうゼロですね、まあ、完全ゼロですね、全く刺されないですね。まあ、このままちょっと続けていって春もね、春とか夏とかね、あ1年続けて蚊の刺され具合とかも見たいですね。季節による刺され具合のね増減って確かあったと思うんで、やっぱ冬場だから刺されにくいっていうのもねある可能性はあるでしょうと思うんで、うん、一番刺されやすい夏場とかにね全然刺されないって。前でも夏場に実験してて刺されなかったもんね、間違いはないんだよな、うん、なんでやっぱりその量を減らすとね、ドリンクだけで量を減らしていくとどっかで刺されないところがある、まあ、そこでまあ生活するのが一番楽ですね、うん、っていうところです。あとまあ麹水ですね、麹水飲んだらやっぱ顔の状態が悪かったもんで老化したもんで、まあ、あの麹水はやめた方がいいかなと思ってます。美味しいけどね、美味しいけど結局あの美味しさっていうのは老化させるっていうのかな、まあ糖だわな、糖が悪い影響を及ぼしてるんじゃないかなってとこです。まあ、ちょっとくらいだったら問題ないけどさ、あんまたくさん飲まない方がいいですね。うん、うまいよ、あの麹水。一回ちょっと作ってみてほしいですね。うん、都麹ネットで買えるもんで、Amazon でも買えるもんで買ってさ、で、ピッチャーの中に入れて、で、まあ、2週間以上で、2週間から1ヶ月ぐらい冷蔵庫入れっぱなしにしとく。で、それをね、出して飲んでみるって。そうそう、炭酸飲料のようなね、シュワッとした感じと、でいいうまい甘みがあるんだわ。
美味しいですよ、うん、本当もうその辺のジュースなんか目じゃないっていうかノンドレーンって感じになります。その辺のジュースね、ほんでも美味しくない、くどいんだよね。変な甘さっていうのかな、人工的な変なくどい甘さがあるもんで美味しくないんだよね。でしかも水もなんか純水使ってるでしょ、体に悪いじゃん。だから体に悪いもののオンパレードで組み合わせてるから、うん、でも麹水は逆じゃんな、体にいいじゃんなあれ、善玉菌だし、うん、ってところです。まあそんな感じですね。うん、BMI 17.6 にしては随分と調子がいい。なんだこれってくらい調子がいいですね。で顔のなんか感じ雰囲気もね、鏡見るとね割となんか良くなってきたかなと思える。ただねその端末タブレットとか端末に映り込む顔はねやっぱゴツゴツしてて、あちょっとなんかやっぱ年寄りっていうか年寄りの顔だなと。だから角度でね変わるんだよね、顔の感じって角度で変わるんだ。だから鏡見た状態、まっすぐとね鏡見た状態だとおなんかちょっと良くなってきたかなみたいな、うん、まあ、このまま調子、ね、続けていくん で若返りの具合見ていこうと思ってます。少しずつね、少しずつ髪の毛も黒くなってきてて、昔のね昔の真っ黒な髪の毛になっていくっていう、まあそういうイメージとかもねやったりしてますし、顔もね、顔も若い頃の顔をちょっとイメージして、そこをね、あそこに定着させるっていうのかな、そういうのもやったりしています。やっぱ思考でかいんでね、思考の影響っていうか、思考がこの世界作ってるわけだから、だから思考の方で作り込んでいかないとね、やっぱり進んでいかない部分はあるんじゃないかなと思うんで、思考もねやりつつ 1.5 リッターでグリーンコレッジ投入でやるっていう形で、飲むのは極地原料法で、ごく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 で極地飲んだらお腹すくまで待つ、ね、お腹空いてきたらまた極地飲むって、まあ、さなるべくそこを厳格にねやっていきたいところです。うん、でその麦麹水ですね、麦麹水作った時にそのピッチャーの中にね、ピッチャーの中に麦がね、その麹の麦がね水出しされた後のカスっていうのかなが残ってるんだよね、残ってるはずだ絶対残るわな。それをちょっとね食べてみたいなと思ってるところです。だから食べれるのかどうかも分かんないんだよね。なんか 生麦だったら水につけただけじゃ食べれる状態になんないよね。うん、で食べれるんだったら食べるし、食べれないんだったらまあ別に捨てちゃうのちょっともったいないんでね、まあそのパックとかね、麦パックとかね、そういうのもやってみてもいいかなと思ってますけどね。うん、またミルサーで細かく、ミルサーでまあドロドロペースト状にしてね、あってところです。あまあどうするか分かんないけどね、食べちゃうと結局若返らないのであればまあ食べない方がいいし、で食べても問題ない、若返りに割とね影響ないっていうかプラスだったらいいし、その辺もちょっと実験したいなと思ってるんで、あってところです。まあもうじきね、もうじき麦麹か来るんでね、そしたらまあそれは実験する。なんで来週ですね、来週はグリーンコレッジ投入ですね。グリーンコレッジ投入で 1.5 リッター絶食。これの実験を進めていきます。あとは麦麹水ですね。麦麹水もちょっと作りたいんで。まあそれは2週間以上置きたいんで、まあ当分先かなと思うけどな。うん。まあ1日でとりあえず飲んでみてもいいけどな。どんな感じか。日数を経過した時の具合も観察したいんで。ってとこですね。それだけです、うん、今の状態でちょっとなんか耳詰まりが少しありますね。ただ割と喋りやすいんで、うん、なんか喋りやすくはなってきてますね。慣れてくるのかな、体が絶食に慣れてくると喋りやすくなってくるっていうね、まあ、この辺ありそうですね。あとなんか、うん、頭の状態がいい、うん、頭の回転がいいっていうか、うん、そんなところです。回転がいいっていうのはその喋りやすさですね。なんかあれこれって考えて喋るのと、パッパパッパ出てくるのと、その辺で頭の回転が違うかなと思ってます。です。そんだけですね。そしたら、今から、まあ編集かな。編集とかやってく。
あ、一回、そうだね。データを、ね、移さないとか。あ、そういえば、金曜日だね。金曜日の分、取れてなかったんだよね、全然ね。あ、まあ、しょうがないですね、あれはね。なるべくインターバル6話でね、一日の経過をね、取れるようにはしていきたいけど、まあ、取れてないと思ってなかったんでね。インターバル6話できてると思ってたんでね。そしたらできてなかったっていう。まあ、そのだけのことです。まあ、そんな感じです。では、あと、今日のラストですね。そしたら日付で12月17日土曜日から12月23日金曜日まで、実験生活1707日目から1712日目まで、ドリンクのみの絶食実験27日目から33日目まで完了です。それではまた来週。